えっと私はあのクリスャン生活をやってる中で明確な差が出るんですね。神に従従った場場合合と従わない場合の差ですねそれで最初私がカリスマになった時に福井派の教会だったんですがそこはよい教会だったんですが入れない状況になったんですね。祈った時にもしカリスマを徹底させるならばえ出なければいけないとこういうふうに思いました。その時にですね あとは思ったんですねもし神様に立ってしまったならばもうこれからはですね道は開かれないであろうとまた調教派の道も無理であろうとこういうふうに思ったんですね。しかしか主が言われたので動動き出したんです、ね、動いたんんでですすねねいその結果ねどういうことになったのかっていうとねマーリン・キャルザーさんと深い関わりになったりロバート・ウィーンさんと協力して伝道し始めたり。 あるいは国内の働きでも一気に開かれてきたんですね。で、まさに人の御心を行ったときに、主が道を開いていくだった。で、私の思ったのとは別だったんですね。で、これはあの主の御心に正しく従えた。まあ、神の恵みのたゆえにですね、えー。だったんですが、次にちょっと一つ問題が起こっちゃったんですね。それはどうして問題が起こったのかというとですね。 その教会を出た後ににママ教会に行こうかなと思ったんですねそしたらもう一人の人が断られちゃって入会をねでその時ねちゃんと祈ればよかったんですが私はねあこれはママシは受け入れてくれないなと思ってですねそしてね大阪の教会にねまああの断られた人が入ったので、ねえー、入ることになったんですね。でその時ね隠しがないで ただね、新学校から圧力を受けてたんですね、所属協会決めてください。まあ、新学生所属協会ないっていうのは大変なことなんですね。えー、それでですね、抑えちゃったんですね。そしてですね、見心の明確な示しはなかったんですが、しかしですね、まあ、しょうがないと思ってね、入ることにしたんですね。で、そしてですね、 えー、私を受け入れる教会員総会をやってくれることになりましたで二松礼拝の時に行くとみんなが言うんですね「教会,教会員ですね」とかなんか言うんですねで私はねあはっきりとした確信はなかったけどまあいいかぐらいの気持ちだったんですねで集会に出たら突然主が言われたんですね「この教会は御心でない」と「今頃行ってくださいますなと」と何でもっと早くもう 私、要請出しちゃって、教会員総会をやることになっちゃってますもう引っ込みはつかないんですで私はね、祈ったんですね、えー、教会員総会中止になるようにでもね、それは自分で言わないといけなかったことで、中止になりませんでした。そしてね、私はね、そこの教会員になっちゃったそしてね、帰る時にね、明確にね、神様に不服従した結果でしたので、ね。 私はね不安でした何が起こるかなとその後ね心学的にちょっと私とは違うってことが分かったんですね威厳を語れなければ救われないっていうふうに主張してたのでそれは私は間違いだと思いますのでねちょっとぶつかってきたんですね、えー、そうしましたら強い立ち合態度に出てきましてですね、えー、と私と岡村さんに悪念がいるとか何か言ってですね <laughs>、えー、そしてちょっと、えー そういうようなトラブルに巻き込まれた状況になりました。で、その時思ったんですね。あ、従わなかったからこうなったなとこ困ったんですね。そしてね、導きはですね、ママシだった。で、私はですね、マボチに入れないと思いましたが、ママシの方では導きを感じて暮らしてたんですね。で、その結果ね、どうなったのかというと、私ね、ママシ教会の副牧師になんですよ。ママシ教会というのは、ね、自分の教会の放射を立てていく。 私の時だけいなかった私の母親は言いました「あなたはうまいことをやったわねえ」と。じゃあうまいことをやったんじゃなくてたまたまそ,のそこに導かれた。で私ねナンバーーになっちゃった。それで新井先生はね OSCC という日本の調教派の働きの総主事をやっておられました。で私ねそのスタッフに選ばれちゃってどうだったのかというとね要するに福音派のですね重要な働きの 給料スタッフになっちゃったそんなことは一生起こらないと思ったことが起こったんですね驚きましたそしてねある伝道団体がねハンカリスマったか絶対私を招かないだろうと思ったところが一番最初に私を招いてきたので,すでその時に一つ見えました本当に従った時に主は祝福を与えてくださる従わない時に問題が起こるっていうこの一つの あれで,す、ねでえー、我々がですね神によって成功する一つの重要なポイントは神の御心を行うたとえ私にどのような賜物がありどのようなあ健康がありまたどのようなお金があろうとも従わない時に私たちはね特別なことを失うっていうことね覚えておいてください。